パンがここに一つあるとする。二人の飢えた人にそれを与えたとしよう。彼らはそれを分け合うだろうか。多分普通はこうなるんだ。資源の枯渇した世界で人類は生き残るために牢獄都市パノプティコンを各地に建造する。そこでは全ての人が懲役によって管理されていた。人間が生きる罪、懲役100万年。懲役を課された人間はトガビトと呼ばれ、パノプティコンへの貢献を強制される。プレイステーションビータに奪還のマルチプレイアクションついに登場。トガビトとなったプレイヤーは懲役100万年から自由になるため、死と隣り合わせの戦闘行為ボランティアに参加する。巨大生態兵器アブダクターから人的資源であるシビリアンを奪還せよ。私は共同汎用監視者アクセサリ、あなたのパートナーです。トガビトの監視者として支給される生体アンドロイドアクセサリ。プレイヤーを常に管理監視しながらも、ボランティア中は武器を取り共に戦ってくれる心強いパートナーでもある。アクセサリと共に戦いに挑め。パノプティコンから与えられる特殊兵装イバラ。このイバラを使うことで立体的な高速戦闘が可能だ。またイバラを打ち込むことでアブダクターの注意を引いたり、地面に引き倒すことができ、共に戦う仲間をサポートすることも可能だ。イバラには3つの形質が存在する。基本装備であり、敵の捕獲に特化した捕獲性形質完成装備、仲間の治療に特化した治療性形質完成装備、防御に特化した防壁性形質完成装備。それぞれ形質に応じた特殊能力や2段階のチャージ技を兼ね備えている。武器は近接武器遠距離武器に大別される。近接武器では多彩な連続攻撃と強力なチャージ技が可能。アブダクターの部位を破壊する溶弾機能を持つ小剣、隙は大きいが一撃で大ダメージを与える体剣、チャージ技での投擲が可能な槍がある。同じカテゴリーの武器でもそれぞれ固有の攻撃モーションがある。自分に合った武器を見極め使いこなせ。遠距離武器は弾数に制限はあるが、敵の射程外からの攻撃を可能とする。軽量で扱いやすい個人蛍光火器、対人対アブダクター問わず有効な多目的火器、そして部隊を強力に援護支援する分隊支援火器がある。これらの武器からプレイヤーは2種類、アクセサリーは1種類をボランティアに持ち込むことができる。加えてボランティア中に敵が落とした武器は拾って即座に使用可能だ。ボランティアのルールによって戦い方は異なる。
戦況に合わせた最適な茨と武器で戦場を支配しろ。ボランティアは成功だな。気を抜くなよ。シビリアン奪還や収集した資源の納品など様々なボランティアにより景気が原型されていく。よく聞け、ごくつぶし。貴様らトガ人にはその貢献に相応した適正な報酬をくれてやっている。原型年数はパノプティコン内での通貨恩赦ポイントへ変換される。この恩赦ポイントを使用して自由のための様々な権利を解放していく。トガ人には自由な運動、会話、休息すらも許されていない。恩赦ポイントを使い権利を解放すれば独房外での自由行動も可能になる。全8階層からなるパノプティコンを構成するのは無数の独房をつなぐ広大なローストリート。資源回収が可能なセルガーデン、そして外周にはパノプティコンから存在を認められていないモザイク街と呼ばれる歓楽街が広がる。外の世界へようこそ。個性豊かな住民たちとの交流でアイテム売買や新たな仲間との出会いなど大いに得るものがあるだろう。自慢の妹なんだ。兄さん、そういうのはやめてって言ってるでしょ。コーディネート権利を解放すれば様々な衣服が着用可能になる。一つの服にも複数のアレンジがあり、配色、デカールの組み合わせでバリエーションはさらに広がる。また性別、体型、容姿の変更はいつでも何度でも可能だ。調整可能な項目は髪のグラデーションやメイク、左右の瞳の色など多岐にわたる。心置きなくこだわりの見た目を追求することができる。アクセサリーを改造？そんなことして本当に大丈夫なのかよ。大抵の奴らはそうしてるぜ。アクセサリーは見た目の他に AI やセリフのカスタマイズも可能。主人公とアクセサリーのバディカスタマイズを楽しみながら世界に一体だけの相棒を作り出せ。イバラは形質の選択だけでなく強化することもできる。イバラのレベルを上げることで射程距離の延長、イバラゲージの増大、チャージ技の強化といった恩恵が受けられる。武器は専用のプラント建設許可を得て強化する。入手した資源を投入し新たな武器の生産や改造をすることができる。さらに属性攻撃など様々な特殊性能をモジュラーとして武器に付与することも可能だ。いや、僕はユリアン・サダーといい、さっきのボランティアで君たちに助けてもらったシビリアンだよ。救出したシビリアンをプラント主任に任命すれば生産に必要な時間を短縮できる。またボランティアへ同行するトガ人の武装強化やアクセサリーの強化も恩赦ポイントで行える。守ってやるよ。戦力を上げ仲間たちと力を合わせ共に戦え。ボランティアには様々な種類がある。資源回収、シビリアン護衛、制御システム争奪など目的や戦い方の異なるボランティアに挑め。覚悟を備えろ。
どう戦うか選ぶのはお前の唯一の自由だ。熾烈な戦いの中で同行するアクセサリーがさらわれることもある。アクセサリー奪還ボランティアを達成し、パートナーを奪い返せ。オンライン上では全国47都市国家間での争いが繰り広げられている。絶え間ない貢献で所属パノプティコンを繁栄させ、都市国家の頂点へ導くことが自由へつながる道となる。そして繁栄したパノプティコンを狙い、略奪の限りが尽くされる天罰。圧倒的戦力を誇る空中都市天国から未知のアブダクターが襲い来る。姉さんは堕落した。私はあなたを反逆者として扱います。なるほど、お前がベアトリーチェか。我が牢獄にご足労いただこう。慣れているとはいえ、仲間がロストするのは辛いものだな。諦めたら道は常に閉ざされてしまうの。それでも私はあなたを愛しているわ。奪還マルチプレイアクション、フリーダムウォーズ。2014年6月26日、全てを奪い返せ。